おはようございます。コウマエです。今日ですね、ちょっと車を走らせて、湖に来ております。小さい湖ですけども、こちらでですね、今回のメインのこれですね、こちらを試したいと思います。はい、今 YouTube でいろいろアップされているこのビーパルさんという雑誌ですね、こちらの付録ですねのこちらを試したいと思います。今までですね、こういうのを、やってみたいなという憧れもあったので、雑誌の付録なので試せるかなと思いますね。組み立ては、簡単です。他の動画で皆さんやってますので、まずは、薪を集めたいと思いますね。まずは近くでですね、こういう枯葉とか木とかですね、探して、大きい木ですね、折ってみますね。細かな、木をですね、このように折ってですね、よいしょ、こちらを燃やしたいと思います。本当に火がつくのでしょうか。これで点火してみますね。あと、今は風がやんでるんですけども、こちらのアルミホイルですね、風防を作りたいと思います。はい、風よけですね。結構風が強くなってきたので、本当はこの辺石で固めたいところですね。これでちょっと火をつけてみましょう。はい、点火してみますね。お、つきましたねこれらはですね、100円ショップで買いました。キャンドゥさんですね。こちらの水でですね、お湯を沸かしたいと思います。燃えてますね。さあ、お湯が沸くんでしょうか。松ぼっくりを入れました。松ぼっくりの方がいいですね。順調です。ぼっくりさん頑張ってます。今こういう状況ですね。少しずつ沸騰ですね。楽しみです。一つカップヌードル完成です。こちらにですね、チョコを溶かしています。こちらはですね、後でマッシュルームで楽しみたいと思います。おお、できてますね。うん、うまい。はい、2杯目のですね、水を沸かしています。結構松ぼっくりはよく頑張ってくれてますね。皆さんおすすめです。松ぼっくりを入れてですね、そして松ぼっくりが灰になったところで、こういう枯葉を入れるとですね、また燃え上がります。それが大きなポイントですね。もう沸きます。はい、2杯目入れたいと思います。あ、危ねー。じゃーん、こういう感じですね。灰になった松ぼっくり、この上にですね、消えてるように見えますが、実は葉っぱを入れると燃え出します。はい、次はこのインスタントのコーヒーを入れたいと思います。
はい、コーヒーをいただきます。どうでしょうか。うん、外で飲むコーヒーは美味しいですね。やはりいい感じです。はい、次はですね、先ほどのチョコをですね溶かしていきたいと思います。いい感じですね。トロトロになってきました。マシュマロを焼いてみましょう。はい、つけて食べます。おいしそうですね。いただきます。はい、次はですね、こちらも100円ですね。パンを焼きたいと思います。はい、チーズをのせました。さあ、これはどうなるでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。まあ、失敗したものもありますけども楽しかったですね。どうですか、この色合い。最初とは全く違う色合いになりましたね。かっこいいですね。こういう変化も楽しめますね。かっこいいですね。また実験したいと思います。はい、いかがでしょうか。結構楽しいですね。なんか子供の時の火遊びみたいな感じで、非常に楽しい時間でした。今回ですね、松ぼっくりの、素晴らしさというものを感じましたね。で、松ぼっくりが、白くですね灰になってもですね、あとこの辺に落ちている、枯れ葉をパラパラとするとですね、また火が燃え上がるということが、勉強になりました。また、挑戦したいと思います。ちょっとあの白鳥に乗って、お別れしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。